石薬師寺は、三重県鈴鹿市赤薬師町にある、当時新言宗の仏教寺院。三号は、高富山。陰号は、瑠璃光院。本尊は、薬師如来。辞伝によれば、人紀三年、大長が、当地で巨石の出現を見、薬師如来の次元と悟り、草案を設け供養したことが、当山の階層とされている。その後、公認三年空海が、巨石に、 薬師如来を刻み海岸法要を行い、人々の信仰を集めたことにより、佐賀天皇は直眼寺とし、荘厳な寺院を建立し、なお高戸山西福寺瑠璃公院と称していたと伝える。天正年間の陛下により消失している。寛永六年になって、当時の神戸城城主、市柳堅物が書道を再建した。現在の本堂はこの時のものである。2年に、 東海道五十三寺の宿場である石薬師塾にちなみ、高戸山瑠璃光隕石薬師寺と解消し、今日に至っている。本堂内には、秘仏本尊、薬師如来、紀州徳川家心の脇地日光菩薩、月光菩薩ほか、十二神将、地蔵菩薩、大日如来、不動明王が安置され、大師堂には、地獄法と呼ばれる、工房大師像を安置している。 当時の東側を東海道が通っており、江戸時代三勤交代でこの地を通る上主が道中の安全祈願を当時で行ったことは知られており、その際三門から境内に降りる石段に丸みをつけ、足元に配慮したという石段が今も残されている。また、江戸時代に活躍した浮世絵師、歌川広重が東海道五十三時にここ石薬師し塾の前景を描き、広く知られている。 本堂にあたる薬師堂は桁行き三県、張間島の丹層、寄せ棟作り大来り、本河原武器の木造建物である。住木や胸札の牧書により、寛永六年に大見大工によって再建、寛成元年に屋根が吹き替えられ、寛成六年に内陣張り付けの修復都図紙の再建が行われたことがわかる。正統的な和洋衣装を用いた伝統的傾向の 強い大型の三県堂であり、混流及び改修の年代が明確であるため、技術的、意装的にこの地方の基準作例となるものとして、歴史的価値が高い。さらに、三重県内の近世寺院建築としては、建築年代も最も早い時期に属するもので、ほぼ類似の形式を備える新言、天台宗の三県堂の中でも、最古の例である。花崗岩星、千りのに来立像で、 造高190センチメートル、自伝によれば、工房大師が地面灰の木の石に刻んだという。浅い線彫り、方は豊かで、薬師物として親しまれてきた。平素は非物であるが、12月20日のおすす払いには、荒いき読められる。後世の掘り直しがあり、時代判定は困難だが、平安時代後期の策とされている。ありがとうございます。